橋本環奈は、日本の女優。福岡県出身。ディスカバリーネクスト所属。レブ、フロム DVL 時代に乱世の双子として生まれ、双子の兄と7歳上の兄がいる。パイプオルガン奏者の諸岡良子はおばにあたる。2007年、テレビに出たいと思い、母に、頼み福岡の芸能事務所、アクティブ博多に所属する。初めは、 地方 CM の仕事が中心だったが、ステージに立つのも楽しそうだなと思い、2009年、事務所運営のダンスボーカルユニット DVL に参加する。これが広和監督、奇跡のオーディションを受け映画初出演。その後も事務所運営の児童劇団の舞台や、地元テレビ局のドラマに出演。小学校の卒業文集に、将来の夢は女優と書いている。 2013年5月、地元福岡の博多リバレインで開催されていたイベントにレブ、フ from DVL のメンバーとして参加しており、そこで知名度急上昇のきっかけとなる奇跡の一枚に当たる写真が撮られることとなった。2013年11月の3日から4日にかけ、イベントで踊っている写真がインターネット掲示板にチャンネルやツイッターなどで急速に拡散。この 奇跡の一枚と言われた写真の拡散によって、可愛すぎるローカルアイドルや、千年に一人の逸材として、注目を集める運びとなる。校舎のキャッチフレーズの由来となった、ネイバーまとめの、千年に一人の逸材、博多のローカルアイドルが、可愛すぎると、ネットで、大騒ぎ、橋本カンナちゃん画像、というタイトルでまとめられた記事は11月7日に、閲覧回数55万回を超え、 所属事務所アクティブ博多の公式ウェブサイトのサーバーはアクセス型で一時的にダウン。NHK の深夜ニュース番組、ニュースウェブ内のコーナーにあたりツイッター上で言及が急増した事物が紹介される、つぶやきビッグデータや検索エンジン、グーグルの検索回数を示す、グーグルトレンドの急上昇ランキングにも登場。さらには中国のネット利用者にまで広がりを見せた。 グッド、モーニングや目覚ましテレビなどの情報番組にも取り上げられ、所属事務所によれば、このネットで話題の状況を受けて、テレビコマーシャル出演や取材のオファーが殺到する事態となった。また、この奇跡の一枚を見た角川代表取締役、井上新一郎は一目ぼれをし、すぐに所属事務所へ彼女で映画を撮りたいとメールを送る。 週末に福岡の駅で行われたライブイベントに足を運び、その熱気のある舞台に打たれ、その場でぜひ私の映画で主演をしてほしいと申し入れたことを映画セーラー服と期間中卒業マイナス制作発表会見で明かした。橋本自身は自身のブレイクのきっかけとなったこの写真について良さが1ミリもわかんないとしており、 撮影されたステージは当初メンバーから外されていたのを事務所の社長に直談判して出してもらったことを明かし、悔しさとかもあって表情に出てたのかなと思うんですと語っている。2014年1月、ディスカバリーネクストとの業務提携を開始、1月29日発売のファッション雑誌、アンアンの表紙に単独で登場。1000年に一人のアイドルとして、アイドル特集。 密かにアイドル研究のトップページを飾る。2月放送の日本テレビ系のテレビ番組、行列のできる法律相談所でバラエティ番組に初出演。3月までに大手6社のテレビコマーシャル企業が決定。中学校の卒業式の数日前に当たる2014年3月9日にツイッターを開始。開設3日目に当たる11日に、 フォロワー総数2万人を突破した。2014年4月、バラエティ番組、みんなの青春のぞきみ TVTeen、Teen のレギュラーに抜擢され、お笑いコンビピースのまたよし綾部き、あらと共に番組司会を務めることとなる。高校生になった橋本は、初めてのレギュラー番組が始まるということで、ドキドキワクワクしています。司会は、初めてなので緊張していますが、 頑張りますのでぜひ見てください。と元気いっぱいに呼びかけた。また、第一交渉の通信カラオケ、ダムチャンネルの MC に起用され、様々なアーティストをゲストに迎え、歴代最年少の11代目 MC を務めた。4月発売のファッション雑誌、ポップティンでも初登場にして単独で、表紙を飾り、紙面で5ページにわたる特集を受けた。同時期発売。 週刊ヤングマガジンでも表紙と関東グラビアに登場、自身初となるグラビア活動を披露。7月、フジテレビ系水球ヤンキースで全国放送の連続ドラマに初出演。富士の両多プロデューサーは圧倒的な存在感と透明感を合わせ持ち、彼女が登場人物たち、そして物語を突き動かしてくださると確信していますと、 橋本の起用理由について述べた。第6話で主演の中島優斗と共演。本格的な芝居に臨んだ橋本は、昨日も今日の朝も、すごい手汗というか、すごく緊張しました。でも、意外に、昨日も今日の撮影も終わるのがあっという間だったと、感想を語り、これから挑戦してみたい役はありますかと聞かれると、まだ全然やったことがないので、本当に何でもかもんで、 女優業への意欲も見せた。8月、絶品すぎるグルメ街に転出すぎる MC 降臨。夏は、サカスで満腹 SP の名演 MC を約1時間半にわたり務めた。11月、日経トレインリー、2014年のヒット人に選出され、俳優の室津義と共に登壇。2014年ヒット商品ベスト30の解説者として発表会の進行役を務めた。 2015年3月公開の映画、暗殺教室に、自立思考固定放題、律役で出演。フジテレビの上原俊一プロデューサーは、抜群の可愛らしさも持つ、律という得意なキャラクターを演じるのは、完璧さと可愛らしさを合わせ持つ、奇跡的な存在感を持つ人でなくてはいけませんでした。と橋本の起用理由について述べた。バラエティ番組、レブ。 フロム DVL の放課後や世界を変える魔法、アルゴリズミコ研究所の番組司会として出演。カップヌードルの CM では高校生の間で流行の馬かっこいい技を披露し話題となる。またメンソレータムの CM では明るくはつらつとした天使がセクシーであでやかな悪魔を演じ、瞬く間にネット上で話題となった。 6月、品川プリンスホテルで行われた映画、セーラー服と、期間中卒業マイナス制作発表会見で、主人公、メ高カグ四代目、組長、星泉役を演じることが発表。本作が初主演にあたる橋本は、名だたる女優の先輩方が演じた作品なので、どのように、誰のようにではなく、橋本環奈らしく、 自分らしく演じたいと思いますと抱負を述べ、重圧を封印し、勇気とポジティブな心を持って、映画の撮影に臨みたいと思いますと強い決意を宣言した。また今後の目標を聞かれると、一つのイメージにとらわれず、どんな役でも幅広く演じていける女優を目指したいと、真摯な眼差しを見せた。12月に解禁された予告編で、薬師丸ひろ子。 長沢ま美に,に続き主題歌、セーラー服と、期間中で、ソロデビューすることが明らかとなる。2016年2月3日、メガボルト、主題歌、セーラー服と、期間中が1週間限定でユーネクストにて、先行独占配信。翌週11日からレブ、レ e v ロム d v l 公式チャンネルで、一般公開。また8日に、NHK 総合。 ミュージックジャパンの公開収録が行われた。一人でステージに立つことになる橋本は誰もが出演を夢見る MJ そんな大きなステージで皆さんに向かって歌わせていただくのはすごく緊張しますと心境を明かす。でも一人で立ってるわけではなくセーラー服と期間中卒業マイナスに関わってくださったすべての皆さんがいると語った。さらに二日フジテレビ。 ミュージックフェアで主題歌セーラー服と機関銃を披露した。2月23日に発売した主題歌セーラー服と機関銃はオリコンデイリーチャートで1位を獲得する。3月5日の映画公開初日、橋本はこの映画に関わってくださったすべての皆様のおかげで私は映画、そして女優というお仕事が大好きになりました。この作品で 初主演させていただき、今回女優としての第一歩を踏ませていただいた気がします。セーラー服と機関銃、星泉は本日卒業いたしますが、この作品で教えていただいたすべてのことを大切な糧として、また新たなる作品や役柄に向かって歩み始めます。と、勘並びに関係者へ感謝と決意のメッセージを送った。年月日、映画、 春地下で佐藤勝利氏とダブル主演を務めることが発表。主演2作目となる橋本は、また高校に入学して一騒動を巻き起こすことになりました。卒業したり入学したりと目まぐるしく移り変わりますが、今回は、等身大の高校生を演じますので、より自然体の橋本環奈演じます地下を楽しみにしていてください。とファンにコメントを送った。4月。 テストの花道入弁ゼミで、時を、シゲル、バカリズムラと共に番組司会として出演。様々な勉強法をユニークな動画にし、現役高校生の視点で司会進行役を務め、橋本自身も動画制作に参加した。8月、映画、銀魂の人気ヒロイン、神楽役を演じることが分かった。銀魂の世界観を表現するにあたり、橋本は、 強くて、愛らしく、マイペースなカグラになりきって、撮影に臨ませていただいてます。どうぞご期待ください。とコメントした。また地毛をオレンジ色に染めたことでも話題となった。松橋心蔵プロデューサーによれば、ヒロイン、カグラのキャスティングについては多少頭を抱えたともいい、福田監督と、小栗さんから橋本カンナさんしかいないだろうと言われ、なるほどねと思い、 そのまま決まりましたと橋本の起用理由について述べた。10月、映画、佐柄木クソウのプサイナンが、クランクイン。神様からも愛される、彩色見美の完璧美少女で、PK 学園のアイドル、テルハシココミ役を演じることが分かった。12月7日、2016FNS 歌謡祭、第1夜に出演。映画主題歌、セーラー服と、機関銃で、 薬師丸広子と共演を果たす。2017年3月3日、セーラー服と期間中卒業マイナスで日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。この映画に関わったスタッフらに感謝の思いを伝え、この賞を励みにして謙虚に誠実に映画界と演技の道に人生を捧げる覚悟で、これからも精進していきたいと宣言する。2017年3月4日、 春地下が後悔。この春から女優業一本でやっていく覚悟を決め、私も誰かに勇気を与えられる存在になれたらいいなと思っています。一つ一つのことを丁寧にやって、次につなげていきたいとこの先の目標を掲げた。同月、高校を卒業。同月23日、3年間レギュラー MC を務めた t ィーン、t e ーンが放送終了。 また27日の放送でバカリズムと共にテストの花道ニューベンゼミを卒業。同月31日福岡で行われたラストライブでレブ・フロム DVL を卒業。2017年4月都内のイベントにて女優業を本格化させるために状況を準備中だと語る。5月フジテレビ系月九貴族探偵第3話にゲスト出演。 6月、7月期のフジテレビ系、日9、警視庁生き物係、渡辺厚郎が演じる須藤の相棒、動物マニアの新米巡査、薄木恵子役を演じることが発表された。連続ドラマ初ヒロイン役となる橋本は、渡辺さんとスピーディーでコミカルな掛け合いができるように心がけ、原作同様に須藤と稽古のコンビを良い形で築いていけたらと思っています。 と力を込めた。また制作プロデューサーの柏詞さ里子は相棒役の薄木恵子はヒロインとしてはかなり独特なキャラクターですが最強の可愛らしさの中に真の強さを感じさせる橋本環奈さんが演じることでとても愛すべき存在になると確信しています。と橋本の起用理由について述べた。いつかツイッターで投稿した彼女とデートなぁに使っていいよ。 大笑いの顔、笑いが9日間で約48万5000、いいねを集め話題となった。24日に行われた、都議選、PR イベントで、東京に住んでいることや、自身のツイッターで、都議選の投票を済ませたと報告したことで、東京都に住民票があることが明らかとなる。7月、映画、銀玉が公開。撮影を振り返り、神楽を演じたことで、 自分自身も成長できたという橋本。体当たりで演技に挑んだという橋本の本気やヒロイン役としての魅力は共演した小栗や姿らの言葉からも十分に伺えた。9月、警視庁生き物係がクランクアップ。連続ドラマの初ヒロイン、また本作のムードメーカーとしてスタッフ並びに座長の渡辺厚郎に支えていただいたと終始。 元気いっぱいに感謝の言葉を送った。10月、東京、六本木ヒルズアリーナで開催された、第30回東京国際映画祭、オープニングセレモニーにて、若い世代に映画の魅力を伝えていくアンバサダーとして、式典のトップバッターを務めた。福岡中央署1日署長特別警戒12月、故郷の福岡県にて、県警中央署の1日署長を務め、 年末年始特別警戒を PR。2018年1月、富士テレビ系、非球ファイナルカットに出演。またバラエティ番組、ぐるぐる、ナインティナインの人気コーナー、グルメチキンレースゴーチになります。19の新メンバーとして出演することが決まった。4月、前年度に実写放画で、公衆1位の大ヒットを記録した、銀玉の続編。 銀玉に起きては破るためにこそあるに続投することが正式発表。また10月期の日本テレビ系日曜ドラマ今日から俺はで元ヤンキーの女番長ヒロイン早川京子役として出演することが発表された。本作で福田雄一監督作品への起用は4作目となる。11月3日初めての学園再出演として予定されていた。 立教大学の学園祭イベントが観客が殺到して屋外特設ステージの安全が確保されない状況が発生したことから警察の指導が入り開催中止となった混乱の中で押された女性6名が植え込みに倒れて足に軽傷を負うなどした12月20日バラエティ番組ぐるぐるナインティナインの人気コーナーグルメチキンレースゴーチになります 19を首となり、卒業。をレギュラーとしては、わずか1年間の出演となった。12月23日、映画、12人の死にたい子供たちで、キャストが唯一明らかになっていなかった、4番良子を演じることがわかり、翌年1月25日に公開された。2019年7月15日、オフィシャルファンクラブ、橋本純情内科を発足。翌月、 大阪と東京にて初回のファンミーティングを開催した。9月6日から全国公開されたかぐや様は小倉世帯天才たちの恋愛頭脳戦が週末観客動員数で初登場1位となる。9月10日ディスカバリーネクスト専属契約となることが発表された。12月10日ツイッタージャパンにより2019年 世界で話題になった役者8位であることが発表された。2020年1月17日、1年を通じて最も活躍した将来有望な新人俳優に贈られる2020年エランドオール賞新人賞を受賞したことが発表された。2月6日、受賞式が東京慶応プラザホテルで行われ、女優業を目指すきっかけとなったスクリーンデビュー作品である映画、 奇跡のこれ枝広和監督がプレゼンターとして登壇、祝福した。2021年1月15日、ビデオリサーチより関東地区でオンエアされた民放公局のテレビ CM 動向を取りまとめたテレビ CM 速報が発表。同年、正月三が日で放送された CM で最も出演したタレントであることが報じられた。2021年2月18日、 ビデオリサーチより2020年の関東地区オンエア CM において起用者数で1位、出稿量では米倉良子に次ぐ2位であることが報じられた。2021年2月26日、スタジオジブリ、宮崎駿のアニメ映画、千と千尋の神隠しが2022年2月、東方創立90周年記念作品として、ジョン・ケアードにより舞台化され、 主人公の千尋役を上白石モネとダブルキャストで演じることが報じられた。2021年6月12日放送のバラエティ番組1億3000万人の小チャンネルで1分間で箱から引き出されたフェイシャルティッシュの最多枚数に挑戦。ギネス世界記録であった140枚を上回る数字を叩き出し、ギネス世界記録保持者となった。 2021年8月20日、平野翔と主演を務めた映画、かぐや様は小らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルが公開される。現在の出演番組過去の出演番組タイアップ、当出演作品のタイアップコラボレーション企画、広告キャンペーン等連載中の雑誌。ありがとうございます。